これをやると人間関係が本当に奇跡のように絶対必ずうまくいくっていうのがあるんですよ。の部屋今日はですねちょっとね人間とのコミュニケーション人とのコミュニケーションについての結構ね黒帯のトレーニングの技っていうのがありましてでこれをやると人間関係が本当に奇跡のように。 絶対必ずうまくいくっていうのがあるんですよでまずねまずどういうことかっていうと人間関係っていうのは普通の人間関係とスペシャルリレーションシップっていうのがあるんですよでスペシャルリレーションシップと普通の人との関係っていうのは違うんですねで使うテクニックが変わってくるんですよどういうことかっていうとスペシャルリレーションシップっていうのは旦那さん 奥さんとか、彼女、彼氏、兄弟。で、あと、親、親があるんだよね。親。親子供。で、こういう関係は、普通とのコミュニケーションテクニックを使ってもうまくいかないようになっているんですよ。で、でも、普通のコミュニケーション。普通のクライアントに話すときとか、ね、普通の、 仕事の仲間と話すときとか、友達と話すときとかは、普通のコミュニケーションテクニックが効くわけなんですよ。で、普通のコミュニケーションテクニックっていうのは、こうやって、ね、本がいっぱいあるわけよ。ハーバード。Thanks for the feedback。ね、伝え方が9割のテクニック。で、基本的な、基本的な普通のコミュニケーションルールっていうのは、ね、例えば、なんか嫌なことがあったら、その人に、ね、その人が機嫌がいいときに、ね、ねえ、この間さ、 ね、こういうことがあったじゃないってでその時は出来事だけを話すのねでその後にこういうことがあって僕はこう感じたんだよってでその時に感情をつけるわけよ出来事と感情を分けるしかも感情は僕の視点からの感情だよって伝えるとでお願いをするわけよでういうのそういう今度そういうのがあったらこういうふうにやってくれるのをお願いできないかなっていうとこれが普通のスタンダードコミュニケーションテクニックなんですよ えっと、僕の一番おすすめの先生はダグラス・ストーン本当にあの政府と政府にこういう話し方を教えたりとか本当に大統領とかが使ってる話し方のコミュニケーションハーバード大学のトップの教授が書いている本なのでまあこれはあの絶対あのマスターした方がいいと思うんだけどだからこういうテクニックを使ってもスペシャル・リレーションシップにはあの 通用しないっていう話なんだよね。で、このスペシャルリレーションシップのテクノロジー、テクニックっていうのがあるんですね。なので、もし結婚関係でね、うまくいってない、ね、子供とのコミュニケーションとか、親とのコミュニケーション、特に親、親は大きいぜ。 でなんか親が言うこと聞いてこなくれないとか親はいつも言いたいことやっててすごいアンフェアで,で旦那さんはいつもこういう勝手にやってて全然家族の面倒見ないで自己勝手とか自分の妻は全然僕がやってることを尊敬してくれないし応援してくれないしなんで結婚してんのか意味わかんねえとかそういう状態になっちゃいそうな人たちはあの本当にねちょっとお時間かかるかもしれないんだけど聞いていただければかなり大きく人生が変わっていくと思います。でどういうういいこととかっていうと 単純に言うと何を学ばないとい何が学べるかっていうとあなたが学べることはその人たちをコントロールしなくても大丈夫なんだよっていうことなんですよね。でいわゆる英語にすると Let go。Let go。これが難しいんですよ。手放してあげるの。 でその人をそのままそのまま愛してあげるの。何にも変えようとしないで。でやっていくと悪いところが見えるようになるわけですよ。これを冷静にやると。例えば旦那さんがこういう行動をとってその行動は私は私の世界のルールではいけない。 で旦那さんはそれをやってるから私の旦那だったらそれはやっちゃダメなのそういうように冷静にに自分の考ええが見るるようにななわけなんですよねで実際に旦那さんはどうなってるかっていうと、ね、親とか子供とかね彼氏とか妻さんはどうなってるかっていうと彼彼女はその人なりのルールが世界のルールがあるわけなんですよ。 その人なりの考えがあってでその人なりに結構つらい経験をマジしているわけですよ。でその人はその人なりに生きていてでひょっとしたら頑張っているかもしれないんだよ。でその人を自分のように生きなくてもちょっとスペース置いてあげて愛してあげることが大切なんですよ。 あの本当にね、どうしようもない親。もうマジ誰と話しても親間違ってるよね、みたいな。それありえないよね、そんなこと言うのとか。そういう行動を取るの、お父さん、お母さん。ね、そういう状態でも、ね、その人を、ね、いいところを見つけろとかそういう話じゃないんだよ。もちろんいいところを見つけてもいいし、でもその人をもう本当に魂として愛してあげるの。 で、魂っていうのは愛の光なんですよ。で、本当に地球で生まれてきて、もう子供の時からこれやっちゃダメ、これはダメ、あなたは間違ってる、こっちが正しいの、好きなことをやっちゃダメ、礼儀が正しいことやりなさい。そういうのが、もう子供の時から受けてるわけよ、その魂は。そういう、みんな。 で、それを教えた人、その親も受けてて、その親の親も受けてる、その親の親も親もう受けてる、もうこの繰り返し、子供を産んで親になって、親がその子供に教えて、この劣等感の繰り返しとか、ね、guilty、悪党感の繰り返し、これやっちゃダメだよっていうのが、もうこの世界の中で、もうエネルギーがめっちゃくちゃ回ってるんですよ。で、もし、そういうエネルギーがなかったら、なかったら、 魂っていうのは愛の光なんだよね。本当に愛しか選ばないんだよ。でも、こういうのやっちゃダメだよって、こういうのダメだよっていう勘違いを子供の時から教えられちゃって、ね、育った環境とかで。で勘違いしちゃってるから、その勘違いをあなたに押し付けようとしてるわけですよ。で、旦那さんがこれやると、本当はこれダメなのって。 絶対家族としてはやっちゃダメなことやってるのって言ったら実はあなたはあなたのルールを旦那さんに押し付けてるわけなんですよどんなに正しくてもね一つの視点からはそう見えるわけなんですよね、この時何をすればいいのかっていうと自分はそう思ってるなって考えて深呼吸ぐらいを3回ぐらいして It's okay. 手放すの。で、何を信頼するかっていうと、人生を信頼するの。ね。太陽は必ず上がるでしょ。何にもしなくて。ね。何にもしないで冬の後には春が来るでしょう。う。春には花が咲くでしょ。う。美しいでしょ。う。だから、必ず良くなるんですよ。必ず良くなるの。 で、その人の教育は、あなたの仕事ではないですよ。あなたがやらなくてもいいように世の中はなってるの。ひょっとしたら、神様が別のプランを彼、彼女に用意してるかもしれないのよ。宇宙が、神様っていうのがちょっと難しかったら、ね、宇宙がその人の成長のために何かを用意してるかもしれないんだよ。で、人は、 地球に幸せになるために来てるんですよ。幸せになる学びっていうか、その成長しかないわけよ。ね、間違いなく、その親とか、ね、どうしようもない子供がいて、ね、子供がこういうのやらないといけないんだけどって、大丈夫なんだよ。子供は子供なりの、ね、守護霊っていうか、スピリット、あのね、英語で言うとホーリースピリットっていうんだけど、ね、 あの仏教だったらカーマダーマとかあるわけなんですよ。でその人が学んでいくことがあるから、ね、今できることは、ね、そのスピリットとか神様に「お願いします」って言ってでその人の美しいところを見てあげようよ。でその人を魂の光愛の光だって言って愛してあげようよ。 で、これを本当にこうやってよってムカついて話す技術の本とかを何年間勉強してて話しても絶対うまくいかないから。で、どうやってうまくいくかっていうとそれを諦めてそれはそれでいいんだってこれが人生なんだってで、自分は自分ができることで自分を愛してあげようよ。で、他の人をそのままで愛して認めてあげて許してあげようよ。自分も許す。 相手も許す。だって神様、宇宙はあなたのことを許してくれてるんだから。で、自分が許されてて、他の人は許されない。それ神様も許してるわけじゃん。で、その人を許さないっていうのは、自分でその条件を作っちゃって、その辛い状況をリアルにしてる世界を自分で作っちゃってるわけよ。だから、それも許してあげると。で、これをやると、本当に信じられないけど、 スバーっってて変わってくるんですよなんかこれやると旦那さんが勝手に「いや俺はもっと早起きして家族のためにもっと時間子供たちとするわ」とか「いや俺ちょっとね」ってもっと本当に心が満ちることにフォーカスしてハイキング行く朝のジョギングやることを始めたんだ筋トレ始めたんだ瞑想始めたんだとか。急に親が こういう風にいつもこれやれお前だ大手企業に入らないといけないんだこういう仕事やらないといけないんだお前間違ってるっていうね親がこれをやると急に親がお前本当に自分なりの人生生きてって頑張れよちょっと心配してたんだけどお前だったらできるぜ愛してるからいつでも応援してやるぞみたいななんか奇跡なようなことが起きてくるんですよこのあのあこれはあの練習でやっていく一瞬で終わるんだけどやっぱこれを その繰り返していくっていうのを習慣にしてやっていくとだからこれを本当に3か月やってみる、ね、本当に1年やってみる、ね、5年やってみる6年10年こういう感じで人と話している時にみんなをその認めてあげてみんなを愛してたら10年後どのぐらい人生変わってると思うどんなに人があなたのことにを大好きであなたのことに頼れるようになって。 ね、どんなにあなたの笑顔で人が、本当に人の人生が良くなっていくと思う。ね、このテクニックをやっていくとどうなるかっていうと、絶対嫌だみたいなあいつが出てくるわけですよ。いや、今のねえよ。今のが超アンフェアだったよ。こんな話絶対おかしいって。超ムカつくやつが出てくるわけよ。で、それが出てきたらラッキーなんだよ。ラッキーなんだよ。まず、その感情と自分を 話します。距離を。で、それを、あ、今こう思ってるんだって考えて、練習できる場所に変えていこう。手放していこう。自分の思ってることで、手放しても大丈夫だから。人生はあなたのことを100%バックアップしてくれるから。手放さないと人生はバックアップできないんだよね。 自分でやろうとしてると人生がどうしてもお今応援しようとしてるんだけどこういう、ね、出来事とかいいエネルギーを送ってあげてるんだけどいや俺はこうじゃないとダメなんだ今のはアンペアだって言ってると自分でやろうとしてるから人生も応援することができないんだよねでもリラックスしてて大丈夫なんだって人生が応援してくれてるし人も本当に最高だしっていう環境にいるといいアイディアとかが入ってくるわけよ ね、例えばこの間僕なんかお寿司食べててすごいいい雰囲気でなんかいいあちょっとセブンイレブン行かないなって思ったわけよなぜか分かんないけどでそしたらセブンイレブンにすごい本があったのね「心屋さん」っていう人が書いてた本なんだけどでもうその時その本を読んで次の日戻って買ってもう本当に必要な時のもう最高のアドバイスがあったわけよもう超必要だったような言葉をもらえたんだよねで本当に 心配とかしてたらそんなのキャッチできないわけよそういうエネルギーがだからその人生が応援してくれてるから、ね、そういう難しいスペシャルリレーションシップの人が出てきたらもうその人をその人だけで許してあげて愛してあげてで一言人生に「この人もね愛してあげてくださいいいことが起きるようにお願いします」って人生にお願いしとくわけよ 神様でもいいよ宇宙でもいいよポジティブエネルギーでもいいぜ愛でもいいぜ、ね、そうして自分を愛していっていく、ね、自分を幸せにしていくでリラックスするそうするといろんないいことが起きてるっていうことに気づけるようになって自分の現状も変わっていって あもっと人生にお任せしちゃっていいんだっていうふうになるともっとその人生が自分とコミュニケーションを取ってくれるっていう本当に最高な最高になっていくと思いますでそれやってるうちにそのネガティブなアイディア考えてたら「あ今俺ネガティブ考えてんなそのアイディアには近寄らない方にするわ」って「離れとくわ」い <laughs> らラーみたいな感じで「シュシュシュってそういうネガティブな。 自分の自信がなくなっちゃうアイディアとか今無理だろう俺だったら無理だろうあいつは無理だよそういうのいやいやいらいらいな俺は愛のままでいくぜ幸せでいいやってになるんでぜひね本当にこの、ね、普通の人と話す時はもう間違いなくこういう話す技術技術聞く技術ハーバードあなたを成長させるフィードバックの授業とかこういう本を勉強して普通の人普通のコミュニケーションがうまくできるように なってくださいでスペシシシャルリレーションシップ本当に親子供ね奥さん妻彼氏彼女、ね、仕事の本当に大変な、ね、付き合いの人とかでそ,れそういうのはやっぱりそのもう本当に人生にお任せしちゃうっていうかその人をその人だ、ね、その人は辛い経験でわざとやってるわけじゃないしもう彼なり彼女なりに頑張ってて本当はいい人なんだ。 すごすご本当はすごい人なんだよって言って愛してあげてで自分が「こんなな、そうじゃないよそれをやれよ」っていうのを「うんいいよ」って深呼吸して「その考え方はちょっと外れます」って言って愛の方に行って、まあ一言この人にいいことがあるように本当にいいことがあるように乗ってますって言ってまた幸せなところにフォーカスするそれがあの善,なん善道っていうか 愛道っていうかそれが道なんですよそれをやっていく練習 practice それが善っていうかなんていうのかなそれが道なんだよな <laughs> なのでぜひそれをやってみてください Alright, thank you so much for checking out this video で何かこれに対して質問があったら、あのぜひあの公式 LINE、アットクリスに送っていただければ幸いです。で本当にあの今ちょっと時間かかっちゃう時があるかもしれないんですけど、本当に必ず返事できるように努力してますので、ぜひ。であとチャンネル登録もしていただければ本当に嬉しいです。こうやっていいポジティブなメッセージを届けたいなって思ってます。Alright あ,であと,、えー、と自分があの本当に仕事がつらいっていうのはあの本当に嫌なことを仕事やってるのは多分その人生からのあなたへのお知らせメッセージだと思うんだよねこうしなくていいんだよって痛い,いことを続けても成功っていうのは本当に難しいと思う成功っていうのは心の中が幸せになっていく ことかからら始まるから多分もし本当にブラック企業とかグレー企業とか本当にやりたくないことを毎日やっててこれまた20年30年キャリアこうやっていくのは本当になんか辛いぜって思ってたらぜひねビジョンプログラムっていうプログラムが僕ウェブでや出してますのでぜひそれをやってみて試してみてください。でそれはまあちょっと6週間かかるコースなんだけど自分が本当にできること自分がやってて幸せになって でそれを自分がやったことで誰か世の中も幸せになっていくっていうことがあの人間っていうのはできるんですねでそれをその見つけ方それを教えてるコースなので本当にそれをやるとあの仕事がもう本当に楽しいことが仕事にできてでお金も入ってきて生活もできて本当にねうあの楽しいんで。 ぜひ、それに興味がありましたら、ビジョンプログラム findyourvision.jp に遊びに来ていただければ幸いです。All right. Thank you so much for checking out the video.All right. I love you guys. I'll see you next time. ありがとう